新約聖書のルカの福音書2章1節より14節までを読みましょう。よろしいですか？じゃあ声出してどうぞ。その頃皇帝アウグストスからはチェン領土の住民に登録せよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に直し、その血筋であったので、彼らの町ナザレからユダヤのベツレヘムへというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ漬けのマリアと一緒に登録するためであった。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿しながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている乳飲み子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然、この天使が天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。アメン。祈ります。主なる神様、今日2014年度の主イエスキリスト世に来られました生誕祭礼拝を心から喜び感謝して、この時間主に喜ばれる礼拝を信仰によって捧げたいと思っている一人一人が、この時間、このメッセージを通して主の御声を聞き取ることができますように、そして御心を悟ることができますように、そして主イエス、この世に来られたその意味がはっきりと分かって、永遠に悔いることのないあなたの子供としての信仰生活が正しくできますように、助けてくださり、祝福してください。すべてを主の聖霊に委ねますので、最後の時間まで主の御心だけが行われ、私たち皆によって生きる人生に無駄がありませんよう、祝福してください。イエス・キリストの尊き皆でお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。じゃあ、とにかく喜びましょう。アーメン。喜びを持って、それにまた信仰、イエス様への信仰、何でもイエスを信頼して、イエス様ならば、イエス様のなさったことならば全てが自分に有益だと、何でも躊躇せずに疑わずにありのまま受け付けて、永遠なる自分を有益に間違いのないようなものとして作り上げていこうという心をまず持つのが大事だと信じますか？じゃあ今日のテーマはちょっと、皆様と今このテーマを見て反応されたか知りませんが、もう一度みんなで口ずさんでみます。貝羽桶に寝かされたイエス、貝羽桶とは何ですか？馬の食卓で、馬に餌を与えるときに、その馬の餌を入れてあげる食器のようなもの、食卓あるいは食器のようなものは、これは貝羽桶なの。桶、カラオケじゃなくて、カラオケしか頭に入ってない人、そんな贅沢なものじゃありませんよ。貝羽桶は馬の食器なん、馬の食器。イエス様が馬の食器に寝かされた。ある詩人はこれも素晴らしいと詩を読むかもしれませんが、絶対にこれは惨めな光景であります。皆さんはどういう生まれ方をされたでしょうか。皆さんが生まれてくる時にはきっと皆さんのご両親がちゃんといろいろ心を込めて、心を尽くして出産の準備をしてから、皆さんをこれよりもっと想像ができない素晴らしい環境の中で皆さんを迎えてくれたはずなんですよ。イエス様のような生まれ方は本当に惨めな生まれ方。イエス様のように自分が生まれてきたとすれば、自分は不幸な生まれ方をしたというふうに皆が思わざるを得ないような生まれ方をしたのがイエス様なんです。イエス様はなぜこういった惨めな生まれ方をせねばならなかったのか。イエス様はそういう待遇をされてもいいような方だったからなのか。こういうふうに生まれてきてもいいような、それにふさわしい生まれ方をしたのではなくて、聖書の予言通りに言えばイエス様は万能の王であり、万主の主であり、緑子が私たちの間に生まれていきます。男の子が私たちに与えられます。人間の子供のように与えられるこの方は、実は驚くべき不思議な方であり、永遠なる権威者であり、天のなる神でもあり、永遠の父、すべて作られたものの父、源であり、またすべての世界に平和をもたらす平和の王様であると、イザヤの9章の6節でそのように前もって予言された。このお方が、天のなる神が、永遠の源、命の源となる父が、神さん、子供としてこのように乙女によって身ごもって生まれてくるわけ。乙女によって、乙女。男なしに乙女によって、聖霊の力で乙女の体を通る道のように通ってこられる。この方は天皇の神なんですが、天皇の神が天の御座を置き去りにして、このような惨めな生まれ方をせねばならなかったのには理由があるはずなんです。その方に力がないからなく、そしてこんな惨めな生まれ方をしながらでも、この世に来て何か自分の国に、あるいは自分に不足しているものを求めに来たわけでもなく、すべてにありふれ、すべてに満たされ、完全で申し分のない統治と権威と世界を持っておられる方が、創造の源であるその方が、父と呼ばれるその方が、世にこのような惨めな姿で来られたのには、ちゃんとした理由があるはずだというと。それは、他ならぬ、今この場に座っている皆さんと私、そして、この世に存在する人間を名乗るすべての者どもの罪を身代わりに背負うためだ。身代わりに背負って、その罪と罪の結果である永遠なる地獄の刑罰から救って、ご自分の統治される神の国へ子供として永遠に迎え入れるために、神なるイエスがこんな惨めな姿で生まれてきたこと、認めたいと思う人だけが、アーメンとイエス様に送って、この方は、本当に私たちに呼ばれて招かれてきたわけでもなく、自ら進んで天の御座とその栄光たるすべての祝福を全部置き去りにして、一番惨めな姿で来てもらったんですよ。自ら進んで、そして今日のような貝羽桶、馬の餌を置く食器のようなものに、ところに、今の皆さんがかけてるこんなふわふわとした布団でもなく、布でくるまった本当にみすぼらしい姿で、また貝羽桶に置かれる。こういう惨めな姿で来てよかったの。それが全人類のためだと思って自分のことはそっと抜きにするんじゃなくて、全人類は後からゆっくり考えて、他ならの皆さん、いや私、自分自身のためにイエス様がこのような姿で来たということを認めましょう。アーメン。みんな一緒に、イエス様はなぜこんなに惨めな形でお生まれになったでしょうか。私のためだ。私のためだ。あの人じゃない、あの人。私のためだ。あの人の罪だくて、私の罪だ。私の罪のためだ。認めますか？信仰はまず認めるところから始めますよ。信じられない話をどうして信じることはできますか？信じられない話を考えられない話を最高から信じるのは無理なの？ただ認めて、そうかな。ただ認めて、受け入れて、あとは疑わないで、認めたままずっと求めていくのが、結局は信仰になります。アーメン。よく言うでしょ、皆さん。信じられないよ、信じられない。信じられないのを信じろと言うから難しいでしょ。そうだよ。難しい。理解ができないのを理解せよ。難しいよ。しかし、ある話だから、ただ認めてみな。認めて。そして受け入れて素直に。それから疑わないで、継続して求めていて、いくと今度は信じられるように、信頼ができるようになるから。アーメン。イエス・キリストが、こんなに本当に天の御座とそれと共にある全ての栄華誉れを全部惜しみなく投げ捨てて、こういった苦しくて死のほど苦しい世の中にご自分の命を投げてくださるために姿を現した最初の姿が貝羽桶に寝かされた姿。これが全てじゃない。こんな惨めな生まれ方スタートが皆さんと私の罪のための。これが終わりじゃない。これはただの始まりに過ぎませんよ。イエス様は十字架の死に至るまで、体がボロボロ、鞭を打たれ、釘付けられて、槍で刺されて、体がボロボロ裂かれるだけの苦しみなくて、万能の王でありますから、精神的にもあらゆる侮辱をかけられる時にはもう耐えられない。ご自分が作った世と世の中に来られて、本当に虫にも劣るほどの、虫は天国、神様が地獄の火に投げ込まれませんよ。虫は神を放た人間の霊魂の汚れは虫にも劣るもんなの。地獄の火の中に永遠に投げ込んで、硫黄の火で焼いても、その罪の大きさか、重さか、解決続けたい。解決ができないほど。こんな人間どもの罪を背負うために、世に来られたイエス様がそんな汚い汚れた人間どもに散々侮辱をかけられて、唾をかけられて、鞭を打たれて、まともな精神を持った権威者であれば耐えられない。プライドを傷つけられながら死んでいかねばならないことを全部初めから、未知の道をたどるんじゃなくて、全部初めから分かった上でこの道をイエス様は選択してきたんですよ。なぜ？ご自分が作った人間どもが悪魔のために用意した地獄の火の中にそのまま転落していくのを見てられないから、自分にある全てを諦めて全てを引き裂いて私たちのために血潮まで絞って一滴も残さず流してくださって、でも地獄に行く運命にある皆さん一人一人を救うために、イエス様がこういった惨めなスタートを持って世に来てくださったんですよ。通してこれに感謝ができなくて、通してこれに喜べなくて、通してこういうイエス様にいろいろ文句ばかりつけて、口実ばかりつけて逃げ回ろうとしてるのか、クリスチャンになってからも、クリスチャンになってからも、今日は本当に考えてみないといけない。このままでいいのか、良くないのか。私たちを責めるメッセージじゃなくて、私たちがもったいないことやってる。想像を絶する損失を被るような生き方ばかりしてるから、もったいない。そういった我々の人生に損失がこれ以上出ないように、こういうイエス様の技と愛によって、完璧に完成されていくはずの永遠なる皆さんと私の人生にこれ以上損失があっちゃならない。ということを強く熱く言いたいわけであって、決して責めるつもりではないことを初めから理解してもらいたい。ハレルヤ。アメン。教会は責められるために来るんじゃなくて、それ以上素晴らしいものを、イエス様によって成し遂げられて備えておられる、想像を絶する素晴らしい人生と祝福を見つけ出すために来るところでありますから、今日も朝っぱらから責められるんだと、叱責を受けてるんだというふうに勘違いしないでくださいよ。隣に見て、隣の顔をちょっとどういう顔してるか、ちょっと嫌な顔じゃない？あなたがないと俺生きていけないよ。あなたを全てをかけてでも救っていかないと生きていけないよと、イエス様がこういう心で近づいて、自分は反応の王でありながらも、惨めにされながらも、あなたを手放せなくて諦められなくて来てくださったのに、そのイエス様に対して、そのイエス様の皆を持って、イエス様の前に来てるはずの皆さんの顔が今なんと虫を噛んだような顔じゃないか。喜びは何？預けてきたの？みずほ銀行？なんか銀行あるでしょ。みずほ銀行に預けてきたの？喜びは。ハレルヤ。みんな一緒に今日の日を、自分が生まれた日よりももっと喜び祝いましょう。アーメン。ある人はいまだに、いや違うよ、12月25日じゃない、1月7日に来たイエス様はこんなことばっかり探して研究して調べて白髪ばっかり増やしてるの。イエス様が12月25日に来たとしましても、あるいは1月7日に来たとしましても、いや、あるいは他の日に来たとしましても、いや、今日は21日だとしましても、そんなのは大事じゃない。そんなのはそんなに大事なことじゃない。それは、いつ来てくださっても、私たちの歴史の中に、人生の中に、私の目の前に深く、間違いなく、もうすでに来てくださったこと、それが大事なの。本質は忘れて、余計なことばかり求めて調べて、どうのこうのって言ってる人々に、一言言ってあげなさい。おい、君。疲れることもやめるんだ。疲れることやめるんだ。ハレルヤ。アメン。なんで余計なことには熱心なの？本質は投げ捨てて。イエス様も2000年前に来てくださったよ。皆さんと私の人生の中にも来てくださってるの。その日が昨日であれ、今日であれ、明日であれ、関係ないで、それは。来てくださったことが大事なの。アメンできますか？そういうことばかり研究して、白髪ばかり増やしながら皆さんにも、汚ればっかりをもたらす、そういう人々の口には、悪口の話には耳を貸したなりませんよ。乗り越えるべきですよ。アーメンですか？365日喜ぶべきじゃないの、祝うべきじゃないの、記念すべきじゃないの。日曜日ばかりやっと来れるあなたには申し訳ないんですが、我々は365日が生誕祭ですよ。365日が復活祭でもありますよ。365日が主イエス再び空中に来られる日でもありますこと、備えて準備したいと思う人だけアーメンと主様に送ります。アーメン。曜日が別に日にちがあるわけじゃない、意味がある。それには意味がないの。なぜ？当世神の御国に入れば日々日々の月が流れることはなく、日々日々を作るあの太陽の光も月の光ももう存在しなくなり消え失せてしまって、神の栄光たる命とその光だけが皆さんと私を永遠に照らしてくださる平和の国となりますから。アーメンできますか？あの日この日は大事じゃなく、イエス様が万能で王である神様が皆さんと私の罪を背負うために来てくださったこと、これは不信者たちも認めてるから。今世界中で一番たくさん売れてる本が何ですか？よく知ってますね。聖書なの。今世界中で一番称えられてる名前がどなたの名前？イエスなの。称えてないのはあなただけなの。あれや、そうじゃありません？365日この方は皆さんと私のために働いたすべての結果を持って我々を待っていておられますよ。日曜日だけじゃない。イエス様には休みがない。イエス様には休みがない。よくイエス様も7日の目には休まれたとか、それは安息されたという意味です。創造の技を終えたという意味なの。仕事しないで休んで寝ていたという意味じゃありませんよ。はい、牧師にも休みがないの。日曜日電話してお休みのところ申し訳ないと、休みがないの。人生には絶え間があっちゃなりませんよ。霊的な人生と戦いには、信仰生活にはよ。アーメンですか？1週間ぶりに顔を出したあなた、悔い改めてきなさいよ。あなたの罪を背負うためにイエス様がこれだけ惨めな姿で来てくださったのにもかかわらず、イエス様はお宿がなかった。お宿が、イエス様は貝羽桶に寝かされたのにはもう一つの理由があるの。自らは世に栄光を求めるために来たじゃなくて、世に自分を投げ捨ててくださるために来たんですが、世の人々はイエス様を迎える準備ができてなかったの。ですから、人が泊まるところはみんな人間どもが占めてしまい、いっぱいになってしまい、イエス様は馬小屋の貝羽桶に回されたんですよ。宿屋にはイエス様が泊まるようなああいった場所がもうなかったんですよ。世の人々はイエス様なしで他のものでいっぱいだったの。当時のユダヤ人たち、当時750年ほど前からイザヤによって予言されたイエス・キリストがメシアとして王として救い主として主として来られる日々日々を待ち望み、それに備えて目を覚ましているべきユダヤ人たちが、イエス様を迎え入れる余裕のある空間を一間の宿屋すらも設けてなかったの。彼らの宿屋には自分たちでいっぱいだった。自分たちでいっぱい。もしかしてあなたもイエス様を受け入れる余裕がなく、自分の家族で世にあるものでいっぱいになってんじゃないの？隣の人を疑わないで自分の中を。当時のユダヤ人たちのような信仰の持ち方を皆さんは知ってるんじゃないの？牧師も今日祈りながら随分。でも牧師がここに座っていながらはっきり言ったの、イエス様に。ご存知でしょう。私が生きる意味は、望みは、目的は唯一。イエス様あなただけだことを知りませんの。ですから聖霊によって今日お願いしますよ。ハレルヤ。当時人々がイエス様を宿す宿屋の準備ができなかった。これすごい。イエスは神として全てを捨ててきてくれたんだけども、そのイエスを迎え入れるべき当時のユダヤ人たちは問題があったんですよ。どんな問題？霊的な準備が全然できてなかった。認めますか？ね、それは理由があります。それにはこのイエス様が来られるメッセージは750年ほど前から予言されています。しかしマラキ書を書いたマラキの預言者が最後にイスラエル民族に対してイスラエル民族が目を覚ますべき神の言葉を情け容赦なくありのまま告げ知らせて、それから400年が経つまで二度と預言者による預言はされなくなりました。マラキが最後に神に立ち返るように、神を神として拝むように、神を主として拝むように、誠の親として拝むように、あなたとの信仰が中途半端だから、神よ神よと言いながら、神には汚れたもの、目のつぶれたものばかりを捧げながら、神の名を呼んでいながらも、自分の国の総督よりも、自分の家の親よりも、もっと神のことを軽んじて蔑んでいたイスラエル民族に、最後の預言者マラキが、そういった信仰の持ち方では、神との交わりができないことをはっきり宣言されました。世にあるすべても、あなたもあなたの命もあなたの持ち物も、すべて神のものであり、主権が人間にはなく、神にあると、最後の預言者、マラキが途絶えてから、その神の主権を認めて神に立ち返る人だけが、神の栄光と命と癒しの光に包まれるようになると。最後に告げてから、もう預言が途絶えてしまいました。それから400年が経つまで、イスラエル民族には、生ける神の預言を、生ける神の、生ける声を聞いて伝える預言者が活動しなくなりました。400年ほど、霊的に暗黒期と言われる時代がイスラエル民族に続いたんですよ。生ける神の声が続けて聞こえてこなくても、すでにある聖書と、聖書に基づいて、ちゃんとイスラエル民族を治めるべき、教えるべき、伝えるべき、導くべき、イスラエルの指導者たちが、霊的に眠ってしまった。御言葉を神の観点で解釈しないで、人間の観点で、肉の思いで、あるいは人間の考え方によって、口伝えで神を教えるようになって、イスラエルの指導者だ。当時の指導者だったパリサイの人々は立法学者だったわ。聖書を人間的に研究しながら、まるで今の日本のように、いや今の全世界中の教会のように、形ばかりにはまった神を教えるようになったんです。当然、真理を教えるべき指導者たちが乱れてしまうと、当然、芳しくない異端が、芽生え活動するようになるのはもう当然の結果のエッセネ派というエッセネ派、これは禁欲主義であり神秘主義なの。地上に生きている人間どもがどうすべきだろうかは教えないで、神秘的なことばかり求めるエッセネ派、そしてサドカイや祭司たちのグループであるサドカイ派の人々は、この世の名誉、権力、富、栄光、誉れ、この世的なものばかりを求めて教える。こういう霊的な堕落を400年間繰り返してきましたよ。で、神道の人々はローマの植民地下にあったイスラエル民族を通せば解放できるか、こういった大義名分を持って暴力を自分勝手に振る舞う、とんでもない霊的な解放は考えないで陸的な解放ばかり求める世俗的な団体、そういった者どもがイスラエル民族の間で流行っていましたよ。こういった間違った本当に生ける神様とは関係のないものどもですから、当然イスラエル民族は目を覚ましていられなくなりました。もう目がくらんでしまいました。ですからイエスメシアが来る日が間近に来ていてもメシアを迎え入れる心の余裕も生活空間での余裕も全くなかった。ヨハネの一章の10節から12節の間でこう説明していますよ。世を作った言葉である神イエスがご自分が作った世の中に来ましたけども、ご自分が作った民がそのイエスを受け入れなかった、受け入れませんでした。もしイエス様の受け入れたならば神の子になる資格は与えられるはずなのに、そういう祝福を携えてイエス様が来てくださったのに、ご自分が作った民が、ご自分が選ばれた民がイエスを受け入れなかったんですよ。当時のイスラエル民族の過ちが今も続いていまして、いまだに彼らはイエス様をメシアとして、救い主として、世に現れた目に見えない神の現れとして認めてませんよ。いまだに彼は違う意味でのメシアをいまだに待ち望んでいますよ。もうイエス様が世に来るだけなくて、33歳の頃から、30歳の頃から33歳の半ば頃まで、救い主としての全ての活躍をし終えて、一番いい時に、33歳といえば男、33歳の人って手を挙げて、32でもいい、4でもいい。その近くの35まで認める。もう全部過ぎてるの。もう絶頂期をみんな超えてますね。じゃあ振り返ってみましょう。昔々大昔、またその昔33の時に戻りましょう。ちょっと男だかりでしょ。男の人生、これから花を咲かせる時なの。一番世に来た男たちが一番いい人生の絶頂期を迎えようとするその時に、イエス様はなぜそれを楽しまないでなぜ一番最悪の道を選んだでしょうか。十字架の死は想像ができない痛み苦しみなの。一番素晴らしい人生を楽しませていただこうかなと思う花盛りに、イエス・キリストはなぜ一番最悪な道をわざと選ばれたでしょうか。いろんな意味がありますよ。まず、この世には神としても人間としてもこれ以上、一番いい時であってもこれ以上求め、これ以上楽しもう意味がなく、それとは比べができない素晴らしい、もっと素晴らしい国があるから、自らその道を何者かに殺されたので、自らその道を歩まれていたんですよ。それは世にあるあらゆる希望、あらゆる権威、あらゆる幸せよりも比べができない天の御国を我々に紹介し、そして備えてくださるために模範を示されたことを信じる人だけ、アーメンと主様に送ります。何話を聞いたら、イエス様が33で死んだから、50で60で死んでもイエス様は信じるけど、33でもったいなく死んだから、長生き全うできずに死んだから、もうイエス様なんか信じたくないって、こういう噂を後ろの方から聞いてますよ。分かってないね。イエス様の33で行かれたのにはメッセージがあるんですよ。アーメンできますか？一番いい時を、それを未練なく諦められたのは、滅んでいくため、ちめちするためじゃなくて、もっと素晴らしい国を受け継ぎ、パンシュの主パンノの王になり、皆さんと私をその子供として迎え入れる準備をこれからパンタンするために、自ら進んでその道を歩まれたと。信じる人はアーメンとお主様の言うことで。皆さんがイエス様が主だと救い主だと信じてイエス様に立ち返ったならば、皆さんの人生はイエス様が歩まれたようなものがこれから先々にどっち永遠に待っていてくだろうと信じて、その道を目指す必要がありますよ。アーメン。イエス人は世に生きる間に枕するところすら設けずに旅人のように通っていかれたんですよ。旅人はどの宿にも未練を置かないの。これが旅人の特徴の、旅路の特徴、旅人の特徴は、どの宿にも未練を置きませんよ。ちょっと、いいところあれば、ああ、いいなと。でも一晩出ておければまだ、離熟りをしてさっさとそこを立つわけだ。ハレルヤ。アーメン。そして一番いい時にイエス様は、一番当時極刑、ローマのような植民地をたくさん持っていた、本当に悪質な政府でも、もう十字架刑はもうやめようと。なぜ？それを見てると、精神がおかしくなるほど、想像ができない処刑の仕方だから。これを、まだ分かってないと、イエス様はもうその全てを分かっていながら、人生、人間の立場から見ると、絶好の時に一番苦しい道を自ら進んで選んでいかれたの。ハレルヤ。このように、私を救うために、私の罪の身代わりとなってくださるために、そして私を永遠に神の子供にするために、イエス様は全てを尽くされたのに、我々に。私たちは今日、今日、どのような生き方をしてますか？こういうイエス様のメッセージにも耳を傾けず、生活は言うまでもなく。週1回、教会に顔を出すのも偉そうに、今週もいっぱい世の中にあるものを食べてきましたよ。この出たお腹を見なさいと。こんな偉そうな方で神の前に、イエスの前に出てくるあなたよ。ここにはいませんね。向こうにはたくさんいますよ。あなたがしてるのはあなたがしてるの。イエス様が何のために会話を寝かされたのか、あなたはしてるの。何のためにイエス様が十字架の上にかけられたのか、罪人の一人として。あなたはしてるの。何がそんなに疑わしい。何がそんなに世に未練が合う。何がそんなに偉そうなのか。聞いてあげるべきですよ。何者かに話したいから、あの人たちは何者かにいっぱい話したいから。聞いてあげるべきですよ。そういう人々の口実を、そういう人々の弁明を聞いてあげるべきですよ。イエス様と共に歩む道に、その意味も価値も分かってないし、誇りもなんか覚えてないから、イエス様は信じながらも、未練かましいのは、信じない人々の成功ぶり。再出張の子孫でありながらも、世の名誉権力に目がくらんでいたサドカヤの人々、この1割の指導者たちに、明日があるのかと。啓示録の19章の20節でこう言ってますよ。真理に基づかず、イエスの皆によって満足ができないから、イエスの言葉から離れたことを、偽りで喋る人間どもは、主イエスを来られてから大審判の茶にも立たしていただけないの。大審判。審判する価値もない。審判もせずに、硫黄の火の中にそのまま投げ込むと。啓示録の19の20節にあるもの。信じたいと思った人だけ、アーメンと教えたものを送って。作り主の口から出た、すべて作られたものともの生き方であるマニュアルである聖書の言葉を間違えて教えた。今の言葉で言うと、主のしもべ牧師たち、審判もしませんよ。審判もなしに、審判する価値がない。審判する価値があるのはまた、それでも真理に基づいた生活をしたいということなの。真理から離れたことばっかりを。今の世の中がまるで、今の世の中が2000年前ちょうど、会話桶に寝かされたイエスが誰であるか気づきもせずに、暖かいところで出ていたり、飲んでいたり、食べていたり、嫁いだり、嫁がされたり。陸の技ばっかりを満たしたいものだと思ってた人間ども。イエスの誕生にも気づかずに、会話桶すらイエス様には明け渡すことはできなかった人々と同じように、その結果、今も、もうすでに来て、人類のために、罪を背負って命の国、神の国に至る道を開いておいたにもかかわらず、他の列車を待っている今のユダヤ教の人々と同じように、今、2000年キリストが世に来られて、2000年が経っていても、今、イエスの皆を、他ならのイエスの皆を受け入れていながらも、いまだに寝ているクリスチャンたち、いっぱいいますよ。いっぱいいますよ。今もうイエス様からイエスの皆で始めて、サタンの名前で終わるクリスチャン、そういう教会、そういう牧師たち、いっぱいいますよ。イエス様が再び来る準備をしている世の終わりの終わりであるのに、マタイの24章によれば、イエス様が空中に来られる前の前兆がもう10年ほど前から始まっているのにもかかわらず、本当にいつイエス様が来るか分からないのに、私たちは再び来られるイエスを宿屋がほとんどのクリスチャンたちに準備ができてないの、いまだに。隣見ないで自分だけを見て、あなたはどうなのか、自分に向かってあなたはどうなのかと、隣ばっかり裁かないで自分を見てあなたはどうなのかと自問自答毎日できる人になりますように、主イエスの皆で祝福いたします。イエス様はこの世に来られ、このような惨めな姿で来られて、私のために来られて、私の罪を背負うために来られて、もう世を去って天に行かれ、死の力まで打ち砕いて復活して、イエスを信じない歴史を書く者が認めるイエス様の復活、その後の昇天、再び来られることも彼らは告げているのに、クリスチャンたちは、再び世に来られるイエスを信じていると、信じない歴史家も書いているのに、イエスを信じて教会に通っているクリスチャンたちも、主イエスを来られる日を準備せずに生きているの、今も。通してイエス様を会話桶に寝かした当時のユダヤ人たちと今のクリスチャンたちの間で違いを見出すことはできるでしょうか。どうすれば彼らとの今の私たちとの違いを見出しにくい時代を今の人々も暗黒期を生きていること。早く気がつく人になりますように。イエスの皆で祝福いたします。すべてを天の御座と栄光誉れを投げ捨てて、ひたすら一つの目的に向かって、あなたと私を救うために世に来られたイエス様と共に歩む人をクリスチャンというの。キリスト者あるいはクリスチャン。神の子供というんです。しかし、そのイエス様と共に歩み、そのイエス様に従って、神の子として神の国を受け継ぐべき私たちの生活は、幾重にもバラバラに引き裂かれています。イエス様だけを宿す宿。イエス様だけを宿す宿は、まだ準備ができないことがほとんどない。日々日々を生きる間に、いろんなこの世的なものばっかりを満たしておいて、この世的なものばっかり自分を明け渡しておいて、イエス様は週1回、1時間の礼拝の中でも、イエス様をまともに主として迎え入れるのは難しい。今日の教会とクリスチャン、果たして2000年前のユダヤ人たちと何が違うでしょうか。真理の言葉に立ち向かって生きて働く死をくぐり抜いたイエス、今も聖霊によって我々と共におられるイエス様、イエス様と本当に共に歩める人が今の世の中に何人くらいいるでしょうかと。こういった終わりの時代の暗黒期、イエス様が来られる前に400年も暗黒期が続いていたように、今イエス様が来られる、最後に来られる、最臨終イエスが来られる、今の時代にも霊的な乱れ、霊的な暗黒地帯が今もうすでに襲ってきています。これに目が覚めて、暗闇の中でも光のように目を覚まして、突然主イエス、この陸大が深く深い深い眠りについて、正体なく寝てる瞬間、イエス様が来られるとしましても、自分の霊魂が神のラッパのね、霊的な音を聞いて、自然と反応しまして、あげられる人になりたいと思った人だけ、アーメンとお客様に送りますよ。イエスのためにじゃなくて、この世に全てを尽くしてくださったイエス様の皆によって、そのおかげで自分のために悔いのない人生をこれからしっかりと真剣に考えていかねばなりませんよ。当時もほとんどのユダヤ人たちはいびきをかきながらこの世にふけて出てる、その時に天の星空ばっかりを見上げて、星の流ればかりを追っかけていた東方の異邦人の中の3人の博士たちはイエスの誕生の瞬間に居合わせたの。そして当時人間として捧げられうる最高の捧え物をイエス様に礼を整えて、黄金、もつ薬、入庫、当時ではとしては最高のプレゼントの贈り物なの。これ以上のものがない。自分たちが自分のために使わなかった最高のもの、最上のものを携えて、はるばる東方から星の導きによって、イエス様の誕生に居合わせるために、それを敬拝するために、それによって家なる命を得るために、彼らは夜も昼もなく、天を仰いで生活していましたよ。結果、彼らは、たったりイエス様と、会話を受けに出かされたイエスがその方である。天使たちの導きによって彼らは、地上を生きながらも天上の力によって彼らは新しい運命を開拓させていただく。すなわち霊的で信仰による勝利を得ることができたんですよ。世界中の人々の中で初めての3人、ハレルヤ。こういう暗黒期の中でも目を覚ましている人はいるんですよ、いる。まさに地のあって宣教協会もそうであることを目指し信じて、間違いなく皆さんの運命を信仰によって築き上げていく人になりますように、主イエスの皆で祝福いたします。もう2人、マリア、天使の見つけを聞いて、主の御言葉がこの身になりますように、処女でありながら、婚約者のいい名付けのヨセフに愛によって、契約によって、渡すべき体を、まず神の聖霊様に捧げて、自分の体の中に、使ってもない体の中に、ヨセフ以外によっての子供ができることを、命をかけて受け入れて、マリアは、こう告白するような人になりますよ。はした目がよよ限りなく幸いな女となったと。はしため、惨めなはしためが、よよ限りなく称えられる幸いな女となった結果は何ですか？聖霊の不思議な力によって神の言葉が成就するところに自分の命のような体をそのまま捧げたからです。しかし彼女の選択は間違いではなかった。ハレルヤ。そしてこういった出来事にびっくりして、密かに、表だったりしないで、密かに言い名付け、マリアを、との縁を密かに切ろうと、心の中で思い巡らしていたヨセフの夢の中に、主の聖霊が、主の天使が現れて、孫マリアが見ごもったのは、他の男との浮気によるものではなくて、意図高き神の聖霊によって、神の予言された言葉が成就するためだ。男の子が生まれると、名はイエスと名付け、ご自分の民を罪から救う方、神の現れがマリアの胎に宿ってるんだと。こういう霊的な夢の啓示を聞いたヨセフは、霊的な覚醒を起こされて、肉の思いで判断しないで、信仰によってそれを受け付けた挙句の果て、イエスが来られる道を備える、ユダヤ人の中のユダヤ人となりまして、いや、他のユダヤ人には真似もできない素晴らしい神の国の人になることができたんですよ。深く深く悟ってほしい。深く深く悟って、皆さんのこれからの信仰生活が、一歩強くの流れてしまえば戻せない皆さんの人生が、間違いのないもの、永遠なる命に満たされ、神の子としての身分を、資格を、絶対に何があっても失うことがないようなものになりますように、主イエスキリストの皆で祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。イエス様が来られたのは、他ならぬ、この場に座っている、このメッセージをいずれ聞くはずのあなたのためだろうと。信じますか？認めましょう。どうのこうのと文句言わないで、口実を作らないで、世に走らないで、イエス様の中に信仰によって、御言葉に戻って、深く深く入っていけば、今日のメッセージが、聞こえてきたメッセージが今度は見えるようになり、あなたがイエスの証人として立つ日が来ることになろうと信じますように。最後にイエスキリストの皆で祝福いたします。会話を、最後だと言ったらよくない。会話を受けに出かされたイエスが世に来る神、平和の王である、永遠なる父であり、天のなる神だとは誰の目にも映りませんよ。ここに信仰が必要なん。アーメンですか？しかし、この方イエスを受け入れた人々は、永遠に運命が変わりますよ。まずこの世でその方に出会えるし、その権威と力に触れさせていただくことができますし、世を去るときには間違いなく神の御国に移されますよ。信じますか？今日この時間をきっかけにしまして、皆さんの運命がまさに根本的に永遠に、心的に神の子として変えられていくことを最後に祝福いたします。アーメン。